はい、皆さんこんにちは。ただいまの時刻は7時9分でございますね。午後の7時9分でございます。2020年8月の、8日土曜日でございます。もう3日4日ぶりでございましょうか。やっていきたいと思います。7時10分になりました。今日もやっていきたいと思います。今日はこちらですね。早速届いてありますが、カリタですね。カリタでいきたいと思います。で、早速今日のコーヒー豆でございますが、こちらでいきたいと思います。はい、キャラバンコーヒーのロイヤルエスプレッソでございます。原産国はコロンビア、ガテマラでございますね。で、ガテマラっていうのはもう皆さんご存知かと思いますけどね、コロンビアとかね、この辺の近くですよね。アメリカとの、南側が、メキシコですね。メキシコの確か南側のような気がしました。まあ日本に比べてね、小さい国なんでね、ちょっと分かりにくいんじゃないかと思いますけども、まあコーヒーとしてはね、まあ有名なところでもございます。で、光ってます。このようにご覧ください。光ってますね。これでいきたいと思います。で、こちらデロンでいきたいと思います。紙でございますね。ペーパーでございます。こちらでございます。扇形の、ペーパーでございますね。で、セットいたしまして、ここへコーヒー豆を入れていきます。コーヒー豆はですね、ご覧の通りの中引きぐらいですかね。コーヒーカップ1のところですね。これ書いてある。ちょっと見えない。コーヒーカップのね、こう1って書いてある。1カップ100ミリリットル。この辺と、まあ200の間、150にしましょうかね。150入れたいと思います。ちょっと待ってください。ちょっと映しながら、ね、入れるっていうのはね、ちょっと難しいことで。最後はね、
雑味が出るってことでちょっと残したいなというふうに思います。あんまりね、こう周りに入れると雑味まで入ってしまうので、まあこの辺ぐらいですかね。そろそろ150に近づいてきましたんで引き上げましょう。はい。どうでしょうね。ちょっと150、大体150まで行きましたかね。ちょっとね、おすすめのような気がするんですけど、まあこれでいきましょう。ということでございまして、ではここにグラス、氷の入ったグラスがございます。ここへ注いでいきましょう。あとですね、ここにね氷を入れてですね、という方法もございますけどもですね、私はあえてこれでいきたいと思います。ではですね、今日のコーヒーが出来上がりました。こちらでございます。はい、こちらでございます。では早速ですね、ブラックのままでいきたいと思います。まあね、若干の薄味なのかな。まあいただきます。うん、まあほどほど渋みがあってまあいいんじゃないでしょうかね。はい、ということでございます。ではここでですね、お待ちかねの今日のお菓子に行きたいと思います。今日のお菓子はこちらでございます。ですね、今日のお菓子はですね、こちらでございます。ちょっとですよ、はい、見えますかね。マンゴーでございます。セブンイレブンで買ってまいりました。で、これをいただきたいと思います。マンゴー、皆さん食べたことありますよね。これね、マンゴーってのは女性に人気があるんじゃないでしょうかね。はい、こんな感じだと思います。もう早速とろーり感がありますね。では早速、あ、これ餅で、わらび餅ですね。これね、これね、わらび餅でございます。これ見てください、わらび餅でございます。ではいただきます。うん、マンゴーの甘さが効いてますね。これは砂糖いらないと思いますね。があってね、まあもちろんミルクと砂糖用意しましたけどもね、ここにね、ミルクと砂糖を入れてももちろんそれもありなんで、ぜひとも召し上がっていただきたいなというふうに思います。これね、結構美味しいですよ。このわらび餅がいきますね。はい、
ということでございました。今日の、コーヒーダメでございます。もう一度こちらでございます。とろーりマンゴーでございます。こちらをこちらですね、とろーりマンゴー、こちらを、お菓子としましてコーヒーをいただきました。今日はこの辺にしておきます。また、やりますんで、ぜひともご覧ください。あとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。